噂が本当ならもうすぐ来るはずだ。その電車には誰も乗っていないのです。運転士、車掌、乗客、誰も乗っていないのです。来年は休みが始まったらすぐにバイトな。まったく暇な奴らだぜ。ここで何をしているんだ。なんだっていいだろ。なんだっていいが、言え。幽霊列車が通るんだ。幽霊列車が通るんだ。どうしてお前を見ると腹が立つんだろうな。さあな、運命だろ、多分。運命か。だったら仲良くするか。そういうことには逆らいたくなるぜ。お前、何かに従うことあるのかよ。サイファー、わかってる。明日だ。来た。本当だ。本当に誰も乗ってなかった。オチは？実はこうでしたとか、そういうオチ。本物ってこと？駅へ行こう。中を調べよう。なんだよ。危ないから。え？まもなく列車が到着します。戻ろう。海から来た列車、運転手いなかったよな。戻ろうよ。見たよな。さあ、帰ってレポートまとめよう。全部いい加減な噂でしたって。それでもきちんとまとめれば立派なレポートになるよ。七不思議はあと一つ残ってるよな。もういいだろ。俺は行く。ピンツ、勝手にしろ。ロクサス。幽霊屋敷だよ。この屋敷は明日調べる予定だったんだ。ここが一番怪しいからね。そうか。サイファーたちも協力してくれるんだ。サイファーが？ハイネが頼んだんだよ。
ピンツ、ここの噂は？誰も住んでないはずなのに、2階の窓に女の子の姿が見えるんだって。ロクサス、ナミネ、これは俺？あいつ、アクセルもいる。二人は親友だもの。やめてくれよ。本当の君のこと知りたくない？それなら俺が一番よく知ってる。そうだね。でも、一体何が起こってるんだ？知ってるよね、この人たち。ああ、ソラ、ドナルド、グーフィー、夢に出てくる奴らだ。1年前かな、いろいろあって、私はソラの記憶の鎖をバラバラにしてしまったの。今それを元に戻しているところ。時間がかかったけど、もうすぐ空の記憶は元通りになる。その影響があなたに出ているのよ。俺の夢のこと？うん、君と空はつながっているの。そして空が完全に元の空に戻るためには、あなたが必要なの。どうして俺なんだ？あなたが空の半分を持っているから。空にはあなたが必要なの。ナミネ？ナミネ、君は何者？空と空につながる人たちの記憶を操る魔女。魔女？リズが私をそう呼んだの。でも、どうしてこんな力を持っているのか、わからない。この力をどう使うのが正しいのかも、わからない。うん、全然わからない。変だな。俺は自分のことを何も知らないって気がしてきた。やっぱり聞かせてくれないか？俺が知らなくて、君が知っていることを。君は本当は存在してはいけないの。いきなりひどいこと言うな。たとえ本当でもひどい。ごめん、やっぱり知らなくてもいいことなのかな。ロクサス、ロクサス。え？何か見えたの？ああ、あの窓、よく見て。がっかり。カーテンが揺れてるだけだね。きっと隙間風が入ってるんだ。この屋敷、結構おんぼろだからね。だな。じゃ、戻ろうか。いつもの場所でハイネたちが待ってるよ。おかえり。どうだった？幽霊屋敷の少女の正体は風に揺れるカーテン。そんなことだと思って適当にまとめちゃった。やった。ねえ、ハイネのところへ行こう。多分駅だよ。こうして会えるのもあと2日だね。え？
夏休みはあと2日でしょ。ああ、明日は町の大捜索だ。明後日は夏祭り。夏休み最後の日。それを言うな。ほら、お腹が痛くなってきた。僕の観察によるとアイスの食べ過ぎだね。なぜあんな電車を見せた？行けなかった海の代わりだ。ふん、少しは気を使っているのか。ところで、君はどうだ？記憶の穴が埋まっているのを感じるんだろう？ああ、霧が晴れるようだ。空に関わったものすべてに同じことが起こっているはずだ。結局空はこの一年留守にしていたみんなの友人ってことになる。そろそろ聞かせてもらおう。あんたの目的は？復讐だ。復讐。さて、仕上げの時間だな。まず波音の始末。立派に役目を果たしたようだから、そろそろ消えてもらおう。あれもまた存在を許されないもの。任せたぞ、アンセム。待機距離 97%。 バトレスにやられた世界の破片だよ。アンセムをやっつけたら元に戻るよな。でもさ、そしたら元に戻った世界は離れ離れになっちゃうんだろ。ここにいる俺たちはどうなっちゃうんだ。世界は闇に始まり闇に終わる。心も同じだ。そう、心の真の姿とは闇だ。闇じゃない。心は弱いかもしれない。闇に負ける時だってある。でも闇の奥には光があるんだ。キングダムハーツよ、私に闇の力を。違う。キングダムハーツはどんな闇も消し去ることのできる心、光なんだ。さあ、ソラ、一緒に鍵をかけよう。帰りを頼むぜ。帰り。ソラ。帰り。俺はいつでもそばにいるよ。これからもずっと。必ず絶対帰るから。約束だよ。どうしよう。リクと王様を迎えに行かなきゃ。でも光への扉なんてどこにあるのかな。どうした。それ王様の。お前、王様に会ったのか。行こう。